こんにちは。本日は西鉄柳川駅に来ています。今回の動画では、変化しつつある西鉄柳川駅の様子を撮影した後、堀川バスに乗って、西鉄と並走する JR 鹿児島本線の瀬高駅方面へ移動。移動しながらバスという公共交通についても触れたいと思います。現在いるのは西鉄柳川駅の東口です。東西連絡通路を渡って、この駅のメインである西口へ向かいます。この東口並びに東西連絡通路が新設されたのは2015年。その時以来となる駅周辺整備事業が現在行われています。柳川観光の目玉である川下りの掘り割りを、駅前まで引き込む工事が行われています。駅西側の様子を見る前に、改札口付近の様子を確認しておきます。2015年の駅舎改装以降は特に大きく変化はないのですが、この1年で変わったことといえば、切符売り場横のスペースにテナントが入ったことでしょうか。切符売り場横という絶好の場所にもかかわらず、長きにわたり忘れられていた場所に、川下りの案内所ができました。あっテナントが埋まってよかったねと言いたいところですが、実は下のフロアから移転してきただけなので、シンプルに喜べるようなことでもないです。それでは駅東側を見ていきます。と言っても最近になって大きく変わった点は、工事中の箇所を除けばないと思います。ここから見るとすごく人通りが少ないと感じますが、先ほどまではもう少し人影がありました。送迎の自家用車もいなくなりました。列車が到着すると人が増え、しばらくすると人がいなくなる。駅というのはそういうものではありますが、できればコンビニ以外に人が滞留する場所ができることを、今回の整備事業では期待したいです。ちょっとわかりにくいですが、右側にあるガラス張り階段を降りた先、白い囲い塀の向こう側が工事現場になります。それでは階段を降りて、掘り割りの工事現場方面へ向かいます。階段を降りた後、右側を向くと唐立名店街があって、お店が並んでいるはずなのですが、今に始まったことではありませんが寂しい感じです。お店からお客さんが出てきてくれると、若干の安心感すらあります。こちらに市の観光案内所があって、その隣は空きテナント、先ほど紹介した川下り案内所が移設したことによって、空きテナントとなりました。逆にここまで空きテナントが多いのであれば、ごっそり丸ごとリニューアルすることもできるわけで、なんとかプラスに転換できればと思います。白い壁の向こう側が見えてきました。工事現場というのは完全に囲われてしまって、中が見えないことが多いのですが、こちらでは丸見えです。本日はたまたまなのか工事は行われていないようです。いずれはこの目の前のところまで掘り割りが入ってきて、ここから川下りをスタートできるようになるわけです。現在のところそういう風には見えませんが、案内板には、はっきりと河川新設工事と記されています。環境新設工事という見慣れない言葉、おそらく土木の専門用語がちょっとかっこいい。さて国道443号まで来ました。掘り割りは国道の下をくぐって向こう側へ抜けて、道路向こうを流れている二つ川につながるようです。工事の進捗状態はわかりませんが、この箇所では10月頃から、夜間帯片側交互通行規制にて工事が行われています。それでは方向転換して駅方面へ戻っていきます。このように工事が行われているわけですが、やや気になるのは、2019年のこのプレスリリース以降、表立った情報がないということです。福岡県や柳川市が情報発信をしないのは、お役所だからまあ仕方ないと思いますが、賑わい交流施設を担う西鉄からも、目立った情報発信はありません。西鉄久留米駅ビルのリニューアルに関しては、このようなイメージ図を示しているのに、柳川駅については何も出てこないので、大丈夫なの？進んでるの？という一抹の不安を、感じてしまいます。県や市が担う掘り割り引き込み工事の方については、完全に個人的意見ですが、掘り割りに流す水をどこから取水してどこを流してくるのか、興味があります。というかそういう一見どうでもいいような情報を、うまいこと発信することで世間の関心を集めて、
駅前のリニューアルを盛り上げてほしいと思います。東西連絡通路まで戻ってきました。見えているのは大牟田駅の急行列車です。 1,2 分停車後発車していきました。これから堀川バスに乗って JR 世田谷駅方面へ向かいます。この駅ではバスの大部分は西口を発着しますが、堀川バスの JR 世田谷駅方面については東口からの出発です。下り急行列車を降りた人たちが連絡通路を通り過ぎていきます。下りの特急急行列車に合わせてバスの発車時刻も設定されているので、私もバス乗り場へ向かいますが、まごまごしていたらギリギリになってしまってバスの外観を取り損ねたので、次のシーンはバス乗車後からです。JR 世田谷駅堀川バスに乗っています。IC カード乗車券は使えない路線なので、整理券と現金払い一択です。最近は小銭を扱うことが少なくなってしまったので、ちょっと戸惑います。まあ小銭での支払いにもたもたしていても、見ての通りバスはガラガラだから問題はありません。この路線はほぼ30分に1本運行されていて、西鉄の下り優等列車からの乗り換えが便利なダイヤになっているのですが、今回乗り換えた方はいなかったようです。この路線は時々利用していますが、まあ大体いつもこんな感じです。もちろん時間帯によって変動はあるでしょうし、同じ路線でも西鉄柳川駅から向こう側では利用が見込めそうですが、赤字路線であることは疑いようもありません。今回動画を作るにあたって多少調べてみたのですが、当然のように補助金が出ていて、柳川市だけでも年間1000万円超え、柳川市作成の資料には、赤字補填を行っていますとはっきり書いてありますし、その金額が増加傾向にあることも明白です。これからも乗客が減って赤字補填の額が増えていくわけで、実質的に公営のバスと変わりません。これとは別に柳川市は市営コミュニティバスの費用として、11路線分で3000万円を計上しています。結局どちらも税金による運営なら、統合して利便性を図れないものでしょうか。堀川バス路線の乗客がどうせ少ないのなら、コミュニティバスと統合して、車体を小型化してコストを削減し、バス停の数を増やして細かいルート設定をし、利便性向上により利用者を増やした方が、税金の支出を減らせるのではないでしょうか。コミュニティバスの方にももともと問題があって、民間バスとの競合を避けるために乗客が増えそうな路線は走れず、乗客が少ないから本数が少なくて使い勝手が悪い。堀川バスの路線は柳川市だけでなく宮間市も通っているので、両市での協議が必要ですが、宮間市も未来が見えないままお金を出していることは同じで、コミュニティバスにおいても似たような状況なので、利害は一致しているでしょう。現在の市営コミュニティバスは両市ともに、市境ギリギリまで行ってニアミスして引き返すという、効率も悪いし使い勝手も悪いものなので、コミュニティバス同士も連携した方が効率化できるでしょう。ご多分に漏れずこの地域においても、高齢化が凄まじく進行中です。運転に不安のある高齢者が無理をしてハンドルを握って、事故が起きて、関係した人全員が不幸にならないように、なるべく早めに細やかな公共交通機関が、整備されることを望みます。今回の動画は一旦終了です。次回はこのままバスで終点まで行き、今度は JR 世田谷駅の現状と、活性化について考えます。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。